こんにちは。美味しいものが食べたい、よしだよ。今日はね、スーパーでものすごく美味しそうなイチジクを見つけてきたんですね。今日はそれを使ってね、ちょっと簡単なつまみを作っていきます。ほんなら、いこめやか。はい、今日の主役はね、こちらイチジクですね。美味しそうでしょ、これ。あとはね、クリームチーズと、それから生ハム。はい、ではね、早速作っていきますけども、今日はね、こういう小さいナイフ使った方がね、簡単にできると思いますよ。まずはね、どうだろう、6つ割りぐらいにしましょうか。はい、ではね、今度は、生ハムで巻いていきますよ。さあ、どうでしょうね。お皿に盛り付けた時に、3個が限界かな。もうこれ以上盛っちゃうとね、多分なんていうんですかね、下品な盛り付けになってしまうので、これ食べちゃいます。これ、あ、うまっ。あ、結構これ甘みが強いですね。うん、あ、おいしい。これハムはね、そんなに塩分が強くないですね。はい、ではね、盛り付けていきますよ。今日なんかなかなか決まりませんね。はい、でこれはね、ベランダ菜園で作ってる、バジルなんですけどもね、花が咲いたんでちょっと珍しいなと思って、ちょっと添えてみましょうね。はい、そしてね、久々に登場します、バルサミコ醤油。これをね、ちょっとかけていきますよ。そして、オリーブオイルですね。これ直接行くとね、ちょっと失敗しそうなので、僕こういう時はね、スプーンに一回取るんですね。そしてこれをかけてやると割とね、綺麗に、かけれますんでね。はい、完成です。はい、じゃあね、早速食べてみますよ。せっかくですから、バジルの香りをね、移してで食べてみましょう。いただきます。
めちゃごめん。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかった。たまにはね、こういうちょっと、まあおしゃれってほどでもないですけどもね、まあ盛り付けがどうだとこう考えられるぐらいのね、おつまみをね作ってみてはいかがでしょうか。これも本当にね、材料さえあれば本当あっという間にできますしね。オードブルっていう位置づけっていうのはなんかね、その日のまあディナーならディナーですね。これの、始まりで あるわけですから、でそのコース全体のね、なんていうんですかね、ワクワク感を演出する、そんな一品だと思うんです。オードブルはねものすごく僕大事な位置づけだと思ってるんですね。単につまみではないというふうに考えています。今日はねこんな、オードブルから始まるコースなんだろうなってすごくね、想像をかきたてられるようなそんな一品になりました。ものすごい簡単ですからね、ぜひ皆さんも一度作ってみてください。はい、今日も、最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。